8日放送の日本テレビ系情報番組、シップ、毎週月から金曜5時50分チルダ、で、強制わいせつ容疑で書類送検、起訴猶予処分、され。ジャニーズ事務所から契約解除となった元トキオの山口達也さんについて、同番組への出演を取りやめることが発表された。日本テレビの増田一アナウンサー山口が付き、水曜メインパーソナリティを担当していた、ジップ。総合司会を務める同局の増田一アナウンサーが、日本テレビはこれまで山口さんの出演を見送ってきましたが、今回の事件の社会的影響を考慮した結果、今後の番組出演をと、やめることにしたとしています、と日本テレビの発表を報告し、月曜と水曜の、ジップに出演していましたが、これも取りやめることといたします、と伝えた。昨日7日の放送では、増アナが、ゴールデンウィークも終わり、今日から久々に日常が戻ってくる方も多います。また仕事が始まり、また学校が始まり、中にはちょっぴり憂鬱な月曜日を迎えている人もいるかもしれません。でも本当は、戻れる日常があるということ、それ自体が本当に素晴らしいことなんだと思います。風が吹いていても、雨が降っていても、目の前にあることから取り組んでいきましょう。と意味深コメント。SNS 上で話題を呼んだ。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。